東日本大震災から3ヶ月半後の6月まずは京都市美術館で、そして10月の終わりからは仙台の宮城県美術館で、安全性に問題はないと日本の美術館が訴えて、欧米の美術館などが芸術が必要なのだと、展覧会のテーマは7世紀オランダ絵画から読み解く人々のメッセージ、40数点の作品が貸し出されて、その中にはフェルメールの3枚の絵も、オランダやアメリカ、アイルランドの美術館が貸し出した作品、手紙を書く女性の絵、手紙を書く女性と召使いの絵、手紙を読む青い服の女性の絵、冬を迎える被災地の様子をテレビのニュースが伝える、仮設住宅の部屋の中が映し出された、その部屋の壁に貼られていたのは展覧会のフェルメールの3枚の絵の絵はがき、手紙を書く女性の絵、手紙を書く女性の絵。
せいと召使いの絵手紙を読む青い服の女性の絵その部屋に住む人はきっと展覧会の帰りに絵はがきを買ったんだろう仮設住宅の部屋の壁に貼られたフェルメールの絵の絵はがきどんな時も非常時も絵が人の心に寄り添う350年の年を超えていくつもの海を越えてが宮城県に届いた2011年10月の終わり震災から7ヶ月半後に画家たちからの手紙が宮城県に届いた画家たちからの手紙が時を越えて届いた